熊野道乱は、自称4年9月から溶和元年10月にかけて、紀の国熊野三山で起きた争い。自称、樹栄の乱に含まれる。自称4年4月終わり頃から5月初め頃にかけて、熊野三山内において、親兵士派と親源氏派の争い、すなわち、熊野新宮合戦が起こり、諸国源氏に、兵士討伐を命じる持ち人王の領事の権が発覚。 同年9月以降、東国において、半兵士の強兵が相次ぐと、紀の国熊野でも不穏な動きが見られるようになった。熊野別当家内部において、県別当の不可死像とその弟、不可死角に争いが生じ、兵士が不可死像の召喚を命じたところ、不可死像は反抗的な態度をとった。不可死像の態度は、無本とみなされたが、 その後、不可死像が子を人質に送ったことで11月には、斜面が下された。しかし、翌日正5年に1月には、熊野の首都と見られる者が、島国なきりを襲撃し、また、伊勢国に攻め込んで伊蔵宮に乱入した後伊勢国の、住人兵神圏と交戦して撃退されるなどの行為があり、実質的な反兵士活動を継続していた。また、 要和元年3月のスノマタ川の戦いにおいて、熊野勢力が、源の幸家に協力したと見える記載が、極用にある。その後しばらくの間、熊野の活動は鎮静化するが、同年9月、県、別党深志蔵は、万道方に呼応して挙兵した。その直後、熊野勢力は、深志蔵の命により放棄して、有田軍と日高軍の軍境にある、加瀬さんを塞ぎ、 半兵士の立場を明確にした。それに対して朝廷は、木の国事業国主、平頼盛を追悼士に任命した。10月11日、木の国の湯佐藤と熊野勢が退治するが、熊野勢に打撃が与えられることはなかった。その後、熊野内部において、兵士法と見られる、新宮の行命が上落しようとしたところを、襲撃され、行命の息子と老頭は殺され行命は、 逃亡した。また、熊野別当の座を、不可思想と争っていた不可思覚も、熊野を去り、この一連の騒動で、不可思想が、熊野散々の主導権を手にすることになった。こうして、藩兵士の立場を取った不可思想が主導権を握ったことにより、熊野は、溶和元年10月以降、明確に、藩兵士の立場に立つようになった。自称、樹英の乱初期における、 不可思想の立場や動向を述べる説には諸説があり、今のところ一致を見ていない。各一本平家物語や原平政水記では、不可思想が夜正4年4月終わり頃から5月初め頃にかけて、熊野本宮勢力を統率して、半平氏方の熊野新宮勢力や熊野那智勢力を、攻め、持ち人王の領事のことを兵士に知らせたとされており、その記載の影響で、不可思想は自称。 呪影の乱初期において、親兵士であったと見られることが多い。しかし、各一本兵家物語などよりも、成立年代が古いとされる、遠京本兵家物語では、持ち人王の領事のことを、六原の兵士に知らせた人物は、不可思想ではなく、熊の別頭格王方言とされている。その一方で、玉葉などに書かれているように、不可思想の属する、 田辺別当家と新宮別当家との間、また、田辺別当家内部でも、県別当の不可思想と弟、不可思覚との間で、家督や主導権をめぐる争いはあったが、自称、樹栄の乱初期の段階において、不可思想が平士法であったかどうかを断じることができないとする、見解もある。これに対して、遠距本平家物語に描かれた、年4月終わり頃から月め頃にかけて、 起こった、熊野新宮合戦に出てくる、本宮勢の大将、田辺北京覚悟や持ち人王領事の中心者、熊野別当覚悟方言について、総合部人や、熊野別当代々次第書本、熊野別当経図、平家物語書本などを検討した結果、彼らは架空の人物であったか、実在の人物の名前を間違って記した可能性があり、各一本平家物語などを手がかりに、 実在の人物として、不可思想の活躍を肯定する見解が出されている。この見解に従えば、持ち人を、源よりまさらの挙兵前後の段階において、不可思想は、親、兵士の立場から、いわゆる熊野動乱以前の、熊野新宮合戦で、本宮勢の指導者として活動していたことになる。ありがとうございます。